茶草場農法とは、秋から冬にかけて、菜園周辺の再装置、茶、草場で刈り取った草を茶の木の根元やうね間に敷く、伝統農法のこと。2013年5月30日、国連食料農業機関は、世界的に重要な地域として、静岡の伝統的な茶草場農法を、世界重要農業遺産システムに認定した。茶草場では多様な動物、 植物の持続的な生存が期待される。深虫茶ここでは、掛川、菊川、島田、牧野原各種と川根本町の四市一町の代表的な着差場の方について記述する。四市一町の着差場面積は計297ヘクタールと推計され、茶生産により維持される着差場は、絶滅危惧種などが多く生育する貴重な半自然草地であることが、 明らかになりつつある。東海地方の茶産地では、良質茶の栽培を目的として菜園に、ススキの色相を施す農法が伝統的に行われており、茶草場における在来植物の多様性には、土地改変や管理履歴等の歴史性が強く影響を及ぼしていることがわかっている。菜園の色相としては、ススキのほか笹等が使われ、 これらを定期的に刈り取ることにより、気境屋の漆、河原なでしこ、釣り金人参、笹百合などの絶滅危惧種や希象野生動植物種が、茶、草葉としての再装置で多様な動物、植物と共に生存可能であると考えられている。茶草葉農法を川根本町では、昔から、かっぽしなどと呼び、行ってきた。また、菊川市、牧野原市は茶を、市の木に、 掛川市は気境を、死傷のモチーフに用い、市の花にも制定している。環境省、第四次レッドリスト植物種植物種動物種モデルに選ばれた掛川市東山地区のサエンと、茶、草場の面積比は約165である。ご市長推進協議会の諮問機関、認証制度検討委員会では、サエンの総経営面積に対する茶草場面積の割合や、 茶草の投入期間を定め、着サバの法ブランドの確立に努めている。ありがとうございます。